こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカの大変人気の広角レンズになります。ズミクロンの 35mm の、第2世代になるんですけれども、非常に人気のあるところにはこの、絞りの、ダイヤルリングにですね、この角がついているバリエーションになります。この角がついているやつをですね、第2世代と呼んでいるんですね。シリアルが2318264ですので、1968年ですね、のカナダライツ社製ズミクロン 35mm F 値が2ということになりますね。はい。で、角付きです。はい。この角付きの第二世代はほとんどがですね、ほとんどか全てだったかが、ライツカナダ社製になります。はい。では外観から見ていきます。外観はですね、やはり、うっすらとですね、こう経年感、使用感が見られまして、ちょっとかなり年代物だなという感じはするんですけれども、ひどい摩耗、すれ当たり、へこみ、素材の劣化、サビとかですね、などは見当たりません。塗装の劣化とかもですね、剥がれや小刃落ちなどもありませんで、おおむね綺麗な状態だと思います。こういうローレットのわずかな摩耗とかですね、ちょっとしたゴミがこう間に入り込んでるぐらいですかね。はい。ちょっと清掃したんですけどね。はい。で、こう見ていただいてもですね、落として歪んだりとかですね、どこかに強くぶつけたり擦ったりしたような跡は見当たりません。マウント部分も綺麗ですね。マウントはもちろんライカ M マウントになっております。はい。現役のですね、デジタルカメラ、ライカ M8、M9、ライカ M のような M 型デジタルカメラにそのままご使用いただけるマウントになってますね。もちろんライカ M3、M4 のようなオールドカメラにバッチリと合う感じになります。はい。まあ、広角ですので M2 以降ですかね。使いやすいと思いますね。はい。で、レンズですけれども、こちらも前玉、後ろ玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離、摩耗など見られず、大変綺麗な状態を保っております。はい。綺麗ですね。はい。中玉にも曇り、カビ、バルサム切れなどありません。チリホコリの混入も肉眼でもほぼほぼ見えませんので、かなり綺麗な状態を保っていると言っていいと思いますね。はい。絞りも軽く動いてますね。この角があるおかげでかなり操作がしやすい感じです。はい。羽の痛みとかサビとか、摩耗もないですね。油汚れももちろんないですね。はい。ピントリングも、はい。滑らかに、回ってますね。はい。いっぱいまで同じ、均一なトルクで動きムラなく動いております。はい。動きムラとかですね、このスカスカ感、グリスの劣化は感じない感じです。はい。ですね。念のためにですね、末永くご使用いただくために、全体的な分解、整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただければ、格安で受け負わせていただきますので、ぜひですね、オプションからお選びいただければと思います。付属品が、リアキャップと、こちらの純正 UVA フィルターですね。はい。こちらのフィルターはケースと、はい、元箱入りになります。はい。で、持ってフロントキャップですね。はい。ちょうどいい黒のフロントキャップになっております。はい。ということで、大変人気の高い、かなり数もですね、少なくなってまいりまして、久しぶりに入荷いたしました。ズミクロンの 35mm、第2世代になりますね。前後キャップ付きになります。角付きです。はい。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。